皆さんこんばんは、白井舞です。ゆうたきはじめです。はい、カナリアズトーク第8回目です。この放送は毎週水曜日会員限定の生放送という形で収録の…おこくくくくくくない鶏がいたんだ今ダメだよ、一瞬口が飛んでった。口が生えてるよ。危ない危ない危ない。危なかったね。金曜日に YouTube 動画という形で公開しています。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。それでは今週の一曲。早い早い早い、違う違う今週どうでしたか？何か楽しいことありましたでしょうか？楽しいこと、桜が咲いたんだよね。あ、そうだね、もう桜満開だよね今。あとは、うん、え、お花見に行ったね。お花見行ったね。お尻濡れた。お尻濡れた。雨降っててさ、雨降ってるのに、うんうん、お花見してお尻濡れたね。あ、そうだね、うん、雨、ちょうど雨上がりで、うん、ちょっとお風呂行ったね。そうだね、温泉入った。そう、温泉の近くでね、ちょうどお花見して そのまま温泉に行ったよね。そうで、花見中にさ、うん、俺の推しチームがサッカーの試合始めたから。あ、そうだね。タイム的に俺花見じゃなくてサッカー見てたんだよね。花を見ろ。サッカー見てた。サッカーは後ほど見たらええやん。そう、大変だった、忙しい日だった。花よりサッカー。花よりサッカー。全くその通り。そうそう、でマイさんたちはなんかタコをあげたり、うん、野球したりしてたね。タコあげして、タコあげ、風全然吹かんかったから、ね、もうずっと走り回っとった。最後にこのチームで甲子園行くぞって言って足りてないよ、人数が。甲子園行くぞ、人数が足りてない。守備3人しかおらんからダメですね。残念ながら甲子園の夢は絶たれてしまいましたけれども嫌いまい親族みんなアクティブで仲良しなのいいなって思う。そうだね、お花見とかなんかこうイベントごとがあればみんなで遊びに行くよね。うん、車借りたりしてね。そう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 。でも、もう狭いんだよこの町確かにこの町狭くてさ、温泉行くやん、家族だけで温泉行くやん、うちの家族だけで、うん、親族言うやん。あ、会いましたね。今から入るとこみたいな、俺も上がったからみたいな。そう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 。昨日なんてちょっとコンビニ行こうっつってコンビニ入るやん、まあ、おるやんそこにコンビニから出てくるやん、すれ違う。あれどこ行ってたの、ちょっと夜夜桜見に行ったみたいな。そうそうそう、狭い町がどこにでもみんなおるやん、誰かしらに会う。そう、動物の森並みですよ行くところ限られてるから ね、 ね、手が狭すぎる。そうだね、だいたいみんな行く場所一緒。そうなんだよ なんだよな。ローソンもないんだよな、ここで。そうだね、ローソンは唐揚げ幻の唐揚げくんだよね。そう、車で20分ぐらい飛ばさないとローソンがないから、うんなんだよな。セブンとファミマがね、ファミマが最近近くにできて。そう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 。でも車じゃないといけねえ距離なんだけど。車で10分ぐらい。車じゃないといけない。そうなんだよね。一番近いコンビニはセブンだけど、そこも車がないときつい。そうだね。うん、いやでも最近コンビニいっぱいできてるからすごい嬉しい。ね。うん。なぜかイニシエからあるミニストップが、ミニストップできる。うん、ミニストップあるよね。ミニストップ潰れない ね、 ね。あれなんか平安時代があるんだっけそんなに昔からそんな昔からすごいセンセーショナル、素晴らしいな。そうね、あなた何かありました？そうだな、この1週間何したかな、本当に寝て起きて仕事してイペックスぐらいしかしてない気がするな。
働きなさいよ。働いてる働いてる。働きなさいよ。働いてる。アザラシのようにゴロゴロしないでさ。それ三浦さん、三浦あさみさんで、ね、それ。今日お散歩行ってて、うん、森さん寝てて、うん、これがドアを閉めた音で起きたって言って、うん、そうそうそう。で帰ってきたら起きてて、で俺手洗って、うん、何したんだっけな。手洗ってとご飯食べたのかな。うん、お昼ご飯、うん。食べてるうちにまた寝てた。どんだけ寝んねん。びっくりするぐらい寝てた。行った時のドアの音で起きたよとか言ってたけど、いやいや、その後寝てたやん。起きたようじゃないよね。寝てたよあなた。まだ。まだ意識は飛んでた。うん、起きてないけど。今すっごい元気だから。携帯電話ガンガン光った状態で寝てた。危ない。いや、あ、そうだ。最近っていうか昨日からさ、まいさん麻雀をやってて。ああ、やってたね。そう。かけ麻雀ね。かけ麻雀をやってない。捕まる。麻雀を。ああ、やめてください。落ちた。麻雀をさ覚えようと思って、まだ役とか覚えてないんだけど、とりあえず基礎的なことだけ覚えて、何をやったらどうなるかっていうのだけ覚えたんだけど、うん、あもう頭を、おうるせえうるせえ、ドラ裏ドラとか狙ってたもんね。いやわかんないんだよね、それなんかいろいろ言うけどさ、麻衣さんもう自分の役を作るのに必死で、うん、全然わかんないよね。難しい麻雀。難しいよね。難しいよ。チート率ばっかり狙ってるやろあなた。チート率は狙ってないです。難しいんで。同じから揃えたらいいんだよね。でもね、でもさ、あの3つ2つを作らないといけないんだっけ。うん、3つ2つ作るけどさ。役がありませんとか言われる。泣いてるね。絶対泣いてるよねあなた。ポンチ言ってるよね。わかえ、なんでこれ役がないんですかって。あれゲームだとさ、役がないって言われるもんね。そうそう、役がないって言われるからダメだ。めちゃめちゃ難しいっすな。絶対泣いてるね。わからないってその意味が理解できない。マジでその状態。黒子無双が必殺技しか知らない。黒子無双はあんま泣いちゃダメってこと。そうか。リーチかけんなくなるから上がれなくなっちゃう。うん。そのなんていうの、泣いても OK に上がれる役があるじゃん。泣いても。でもそれ知らない限りは、うん、あんま狙わん方がいいかもしれない。なるほどね。うん、泣いても OK の役がわかんないもんね。わかんないね。チートイとかだっけ。わかんない。なんだっけ、名前忘れちゃった。わかんない。泣いてもいいんだけど。わかんない。だってピンの名前もまだよくわかってないもん。ああ、マンズとか。うん。マンズ。トンタンシャンペイとか。ソーズ。なんて？ハクとかハツとかチュンとか。はい。わからんね。わからんし。難しい。あ、なんか。なんかレモンさんが詳しいらしいから。あ、本当？うん。レモンさんがどれやしっとり。高まったり教えてくれる。ありがとうリオンさん。じゃあ後で勉強会しましょう。ロンはビーズリーしか知らない。よし一緒にやろう。俺もハリーはポッターしか知らんもん。ピンフね、初心者が一番初めになんか覚える何線みたいなピンフあるよね。いやわかんない。順図を3つだっけ集めて頭を押さえて、でも泣いたらダメだな。泣けないの。なんで泣けよ。泣いたらダメ。たまにドラまで意識してると結構いいとこまでいく。わかんない。そのさ、ドラがよくわかんないんだよね。ドラってなんなん。ドラ、俺もドラはねエモンしか知らないから。うん、そうだよね。あれドラ猫しか知らないんだよね。あれタヌキじゃないの。タヌキじゃない。タヌキじゃないか。え、難しい。まあまあこれからちょっとずつ頑張っていきましょう。はい、はい、ということで本日はここまで。あれトークテーマまでも行けなかった。 OK。 さあそれでは本日の1曲参りたいと思います。はい、本日はミズヤ、ね、え打ち合わせガバガバなんですけど。じゃあ
ネクストップにしましょう。あれネクストップはこないだやったか。オッケー、じゃあエレクトリックハートにします。これはアルバムの最下位です。さあエレクトリックハート行きたいと思いますよ、はい、それでは聴いてください。本日の1曲はエレクトリックハートです。はい。100年先は月で会おうね。散り間際の桜見下ろすのも乙なものだね。幸せでしょうか、遠い彼とは会えましたか、鼓動は聞こえましたか、思えば思うほどに深みにはまってく、溺れてく、触れない知らない髪色さえ記憶が塗り替わってく、夢は夢のままでなんて人は冷めたね。それじゃつまらないから、未来の私に託すメッセージ、100年先は手をつなごうね。別れ際に涙こぼすのも乙なものだね。はい、ということでエレクトリックハートでございました。ありがとうございます。どういたしまして。どういたしまして、どういうこと。はい、パチパチありがとうございます。さあそれでは本日のトークテーマいきたいと思います。はい、よろしいですか。どうぞ。本日のトークテーマはアルバムのお話パート2でございます。ベストアルバムのことですね。はいはい。え？それで？それで？それから？あれ？マイさん聞いてるの？ここまでないよな。ここまでか。そっかそっか。あれ？ちょっと待ってね、考えるからね。今から。あれなんですよ。大変な事態が起きまして。あ、そうですそうです。大変な事態が起きたんですよね。言ってやってくださいよ。やっちゃっていいですか？言ってやってくださいよ。アルバムですね。あの今までの想定、今まで作ってきた想定でアルバムは21曲入りで1枚に入れる予定だったんですけど、21曲もあればどうなるか皆さんちょっと想像つきますよね。1枚にはここでもうシェイカー鳴らすよ。やめてくれ、シェイカー鳴らさないで。1枚には入らないのよ。これ一番最初に打ち合わせした時に話してたんですけど、1枚じゃ多分入らないよねっていう話を車の中でしたと思うんですよ私。でも帰ってきた答えは、いや1枚でいけるらしいよって。これなった事態のなんでかちょっと教えてくださいよ。なんでこのようなことになったのか。打ち合わせのまず予算組をね行うわけですよ。デザイナーさんとお話しして、はいはい、
2枚組のジュエルケースの値段とかも当時振り返ると書いてあったの、うん、これの予算でこれで組んだら2枚組はいけるみたいな、うん、でところがですね、歌詞カードの、うん、あの枚数みたいなのがメーカーごとに書いてあって、そうだねそうだね、16枚とかなページ数だね、ページ数12ページみたいな、うんうん、ページ数が書いてあって実際に表表紙ジャケット面と裏表紙があるからそれマイナス2が大体歌詞カードになるんだけど、うん、はいはいはい、そこにその21曲分入らないと、うん、そのままじゃ、うん、ではデザイナーさんがちょっとその印刷所に電話して、うん、それ以上、うん、特注できるかみたいな、うんうん、いきますわって、うん、言って次の打ち合わせで、うん、いけますいけますって、あ1枚でいけますよって、ね、うん、1枚というかまあ21ページ21曲が入るようにページ数を増やします、うん、はいはいはい、言ってくれたよって、うんうんうん、で21なぜかそれをね、うん、頭の中でそう2つの問題が混同しちゃってCD ディスクの問題と歌詞カードの問題はい、はい、あ21曲1枚で一発で入るんだなんか吸い込み効果みたいなのでディスク1枚で入るんだみたいななぜかなぜかなぜか、おかしな、あら不思議、おかしなこと、そうはならんやろみたいな、なっとるやろがいなっとるやろがいあら不思議もう朝ごはん食べたっけみたいな感じです、うん、そうなんですよ。だからまいさんはもう、あすごいな今の CD ちょっといっぱい入るようになったんだと思って、まいさんもベストアルバムをさ、あの好きなアーティストさんのベストアルバムとかも買ってたから、だいたいそういう時って2枚組じゃん、だからあすごい今って21曲1枚で入るんだって感じしてたらバカ野郎だから聞いたんだよ、もっと強く言えよ、俺はだから聞いたんだよ、俺のせいじゃないの、1枚でいけんのかって、俺のせいじゃないぞ、もっと強く言えよ強く言えよ、なんかこれ同じような話どっかでもしたことある気がするぞ、もっと強く言えよはちょっと理不尽なような俺はあそうだねって言うまで言うてよっていうのまあまあまあ、それでもう開発が盛んでない媒体でしてねああそうか、今はもう飛び越してレコードが流行ってるからねそうだね、レコード流行ってるよね、 LP 版が流行ってるからさそうだね、うん、いやでもだから1枚じゃ入りませんよってことで2枚組に急遽昨日だよね、え昨日やったっけ、おっとよ昨日ですね、昨日か、昨日あってなって大急ぎで私はその DDP っていう CD の元になるものを制作し、うん、大滝さん、デザイナーの大滝さんは1枚トレイを増やしたバージョンのデザインを進行させると、印刷所さんの方はジュエルケースね、うん、通常版ジュエルケースはもうあるので、うん、テンプレートあるので変えれますと、うん、はいはい、ところが紙の方がテンプレートないんですよ、はいはいはい、スペシャル SP 版の方が、はい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 、なので設計に話して、はい、作りますって、うおー熱い、うん、でも来てないの今日まだ、あそうなんだ、まだかなって時間かかりますよと言われてたものの、今日さっき打ち合わせしたんだけど、うん、SP 版の紙ジャケットのまだ来てないと、なるほどなるほど、間に合うのか怖すぎるよな本当に、怖すぎるマジ、しっかりして、しっかりして本当に、あのマネージャーが募集中なので、あこちらのアドレスまで、はいこちらのアドレスまで、あのマネージャー、あのご希望の方はぜひ面接をまあまだ一月あるどうなってんだ本当だよ、どうなってんだこの島は、ドーナツだよドレミファドレミファドレミファドーナツだよ、まったくもう、どれだけの人にそれが伝わるのかさあ
そういうことで2枚組になりましたよということですね。はい、どちらも2枚組、はい、しかもお値段は据え置き、でも予算は倍増。バカ、頑張ろう頑張ろう日本。頑張ってまいります。頑張ってまいりましょう。はい、さあしっかり働け。で、はい、で本日ですね、はい、活動報告今さっき書き終わりまして、届いている人には、うん、届いているかと思います。携帯がなったと思います。はい、多分おそらくちょっと 何が土地行くのかちょっと分かってないんですけど。怖。はい、ですね、通常版と、はい、スペシャル版 SP 版のデザインを公開しました。おお、素晴らしい。デザイナーさんに許可をいただけたのでもういいよと。なるほど。はい、品版と公開しました。うわうわ、めちゃめちゃこれ今回のジャケットめちゃめちゃ話し合ったもんな。話し合った。最終的に石投げ合って解決したのね。そう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 。てめえこの野郎。この野郎。最後まで立ってた人が決めました。そう。おじさんがもう胸ぐら掴んで、おい。おいこの野郎。この野郎。帰ろう帰ろう。こちらが正しいんだって。あまりにも。あまりにもバイオレンス。はじめにね、うん、大滝さんが持ってきたデザインをぶっ潰して、うん、Y さんがこれだーっつってバーンって出してきたアイデアが結構通ったね。これを出せーっ某アーティストのジャケットバーンって出してきて、これにするんだデザインに秩序がきついてそう。いやでもじゃあ私はこんな感じはどうですかって、ちょっとこれはコロナのでこんな感じどうですかって言ったら、大滝さんがめちゃめちゃいい感じにブラッシュアップしてくださって、 その場でなんかファーストアルバムとそうセカンドアルバムとそうハードとフォースのアルバムのジャケットから、うん、ちょっとデザインを作って、うん、そうそうそうこれとこれとこれ配置してっていうのまでプロやなーって2時間その話し合いの2時間でやってくれたもんね。そう、さすがよ、やはりデザイナーのプロとはそういう素晴らしい仕事をしてくださいます。でありがとうございます。まあ、こんな感じのロゴになってますよっていうのと、うん、はい、これを予約販売をね、うん、もう日付変わった段階で始めたいと思います。はい、はい、え、何枚吸ったんですか結局。いやまだ分かんないのよ、うん、結局あ前回のラジオで、はいはいはい、通常版は1000枚あるんですけど、うんうん、はい、SP 版の方は、はい、200枚吸ってそのうちの160何枚かはクラウドファンディングの方々が渡しするっていう話、残り、まあ、約30枚という話をしてたんですが、うん、はい、電話で印刷所に聞いてくださった時に、うん、200枚は無理で、うん、300枚じゃないと刷れないみたいな、あ、その特別版にするためには、ね、特注のにするためには300枚刷ってもらわないと困るみたいな、うん、あ、まあまあまあ印刷所さんもね、その特別本を作るためには200じゃ元取れませんよと、うん、だから、うん、もしかしたら300になるかもしれないし、うん、200枚で良かったですみたいな話になったら確定情報がまだないので、なるほどなるほど、何枚かは分からないです、また一応30枚かもっていう可能性があるという、なるほどなるほど、じゃあマックス130枚、まあ100枚少なければ30枚みたいなところなんですね。可能性があります。なるほど。でまあそれを日付変わったぐらいから、うん、予約販売受付したいなと思ってるのと、はい、え、本日ですか。はい、あ、なるほど。明日にする。明日の方がいいと思うな。明日の方がいいか、あまりにも直近すぎるかな。あでも活動報告に書いちゃったんだよ、ね、もう早く言ってバカタレなんだよ、早く言えよもっと明日の方が絶対いいと思います。ちゃんと告知してからの方がいいと思います。困ったっていう人も絶対出てくるから、いるかなで、方がいいと思います。もう一個情報があって M3 ですね、はい、はい、通常版、基本的にはもう通常版の販売しか考え
ってないって思ってもらった方がいいと思うんですけど、通常版の方が3500円なんですが、 M3 当日は、うん、発売日がね、ごめんなさい、発売日が5月1日なんですよ、うんうんうん、で7月30日1日前の発売記念で、うん、M3 当日は会場価格は3000円にします、うん、おお、はい、しかも送料がないので、うん、お得かなっていうところと、手数料もないからね、うん、うん、確かに確かに、そう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 、でサイン欲しいよとかいう方はその場で開封いただければやりたいと出てしますので、ダジャジャジャブするので、そう、はい、お任せようと、はい、うん、っていうところと、うん、あのポスターですね、はい、背中にたまになんか即売会行ったことはある人分かると思うけど、背中の遠くにポスターぶら下げてる人いるじゃん、はい、背中って言ったら変やけど、スタンドね、背中にスタンドを立てて背中にスタンドを立てて、後ろか、後ろにスタンドを立ててポスターぶら下がってる人いるじゃん、戦国時代を思い出すそのポスターをね、大竹さんに見せたの、はいはいはい、僕作ってみたんですけどどうですかって言ったら、うん、すぐ手直ししてくれてもうちょっといや、ね、俺画面共有して、いやもうちょっと左でとか、まあ、フォントを変えましょうとかこれは素晴らしい、さすが大竹さん、あの情報入れましょうとか直してくれて、はい、ポスターも作ったので、ああ素晴らしいですね、見に来てください。チラシにもするんですか？チラシにもしようかな、チラシにもしましょう、はい、皆さんそこまで持って帰ってください、はい、はい、ということで、はい、本日は以上です、ありがとうございます、なかったでございました、はい、ちょっといろいろね、だから変更点が出たりとか、ああ大変です本当に間に合うのか頑張れ頑張らないと、印刷所さん、印刷所さんよろしくお願いしますってところですね、はい、はい、そんな感じでございました、皆様、いつですか結局、何が、何日から予約始まりますか、30日3月30日3月30日の何時、0時変わらねえ、あと10分しかない、ただいまの時刻23時52分でございます、3月29日間もなく、うん、このラジオが公開されている頃には販売がスタートしている頃でしょう、ね、ごめんなさいね、先行で撮っちゃっててラジオがちょっとやばすぎなんだよな何があったかは後で確認してオンエアで確認してもらっていいですか、ね、なきさんちょっとおかしいんだよなまあまあそういうことでございますので、皆様、はい、CD の予約販売と、それから M3 もしお越しいただける方はぜひよろしくお願いします、はい、ということですね。それとあと優秀なマネージャーさんお待ちしております、はい、お待ちしております、よろしくお願いします。さあそれでは本日のラジオはここまででございます、皆様お疲れ様でございました、ありがとうございました、それでは、ありがとうございます、皆さん、またね、またね、バイ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 、ちょっとあれ外しうるせえずっと守りを両足につけて外して外して